伊勢エビ漁の解禁に合わせて北部地域の漁協と名護海上保安署は8月を密漁防止強化期間として沿岸部のパトロールを実施していて、おととい名護漁港で関係者が集まり出発式が開かれました。特にエビとかは、資源管理もしっかりやりながら、漁業者で資源管理やりながら、漁をしている状況もありますので、その辺は大事に守っていきたいと思っております。北部地区では一般人が SNS で密漁や取り締まりに関する情報を共有したり、外国人が密漁に加担するなど犯罪方法が多様化していることから、漁協などではパトロールを強化して密漁を防いでいくということです。